皆さんこんにちは、大川祐介です。最近ね、撮影スタジオを家に変えて普通に撮るとこんな感じなんですね。まあ、なので今日はね、照明のお話になります。じゃあまず部屋の電気消します。はい、めっちゃ暗くなりました。そこで僕にね、一番光が当たるメインライトをつけます。はい、ここはね、すごく重要です。まあ、これだけだとやっぱ物足りないので、僕が大好きなチューブライトをつけます。はい、これでね、メインライトと後ろのチューブライトをつけました。まあ、ただですね、僕と背景をしっかり分離する必要があるので、ちょっとエッジを際立たせるために後ろの照明つけます。はい。こんな感じでね、最初とこうやって空間を作ったら全然色味が違うので、今日はですね、照明の使い方とか、まあ、あとどんな機材を使っているのか、そしてプチスタジオツアー的なのをやっていこうかなと思っています。はい、もうね、ちょうどこの家兼スタジオに引っ越してきて、まあ、3ヶ月ぐらい経つんですけれども、まあ、やっぱりね、ちょっと空間が狭いので、以前のようなね、撮影はできないんですけれども、まあ、このね、家は家で努力していると。で、結構スタジオとかも変わってきたので、まあ、今日は照明の話をするんですが、やっぱりね、僕結構 YouTube 収録するときって自然光を当てて、メインライトだけってシンプルな形を取ることが多いんだけど、やっぱりしっかり作り込むと全然違うんですよね、空間が。で、一応今日ね、メインのライトとしては1、2、3っていうこの3つをつけるだけで全然質感がやっぱ変わりますよね。なので、ちょっと僕の中では気合い入れたい時とかはこういう照明セットアップにしてるんだけども、実はですね、僕この照明3つ何使ってるかっていうと、全部ナンライトなんですよね。このメインライト一番大事で、ここをしっかりとした適切な光量とソフトに当てる必要があると。例えばこれだとソフトフィルターつけてんだけど、つけないとどうなるかちょっとお見せしますね。はい。つけないとこの光量なんですよね。もう本当に太陽に等しい光量だと思うんだけど、これだとやっぱりハイライトとか白レベルが飛びすぎちゃうので、しっかりソフトにする必要があると。はい。こうするだけで、この光、これ強すぎると結構影が出るんだけど、まあ影が出てると思うんだが、この影の出方が全然違うと思うんですよね。ソフトに当たってるとあんまり綺麗な影が出ないというか、直射だとこのぐらい影が出るんだけど、ソフトにすると影の出方が全然違います。全然違いますよね。なので、光のソフト具合を確かめるために、手でこうやって見ながら、どういう影出てるかなみたいな感じで見るのは、結構ソフトかソフトじゃないかを見る上ではすごく重要かなと思っています。で、僕ね、これだけつける時もあるんだけど、やっぱね、物足りないと。で、僕チューブライトすごい好きで、あれ今ホワイトつけてんだけど、あれいろんな色にできるんですよね。A few moments later. まあ、このね、チューブライトなんだけど、こんな感じで赤とか、ほら、やばない？いろんな色使えるので、僕の肌って結構ね、焼けてるから、オレンジとか入れちゃうと変わるんですよね。だからなるべくホワイトを入れるようにしてて、だから後ろもこの光の線があるとすごいクールじゃないですか、インテリアとして。だから基本的にこれを置いている感じ。まあ、色つけたいときはもちろんこうやって切り替えて、一つ一つスイッチング、いろんな色作れるんで、これもナンライトのパボチューブです。これ超いいんで、おすすめですよ。はい。で、これを一応背景に置いて、これを置くとどうなるかっていうと、これがあるかないかだと空間の見え方が全然違うと思うんですよね。これがあると少しそのスタジオが広く見える、後ろの空間を際立たせることができるんで、ちょっとね、立体的になりますよね。ただ光だけだと僕まで光があんま届いてないんですよね。あくまで背景を映すための照明なので、このメインソフトライトと背景を映すライトで、あとやらなければいけないのは、僕をしっかり際立たせて背景と僕をちゃんと分離してあげる。そうするためにはちゃんと僕に光を当てる必要があるんですよね。これ前だけじゃなくて、まあ頭上ないしは後ろから僕のこのエッジを少し際立たせてあげると。そのためにこの後ろ側の照明を使います。これがあるかないかだと
はい、こっち側ないので、これ今同化してますよね。してるけど、被写体をしっかりこの正面のライトと背景と分離してあげるためにも、ちょっと分かりやすく照明強みに当てていきます。分かりますか？ここ、ここがあるだけでより空間が立体的に見えると。だから本当に照明一つ一つ、光の当て方で全然印象って変わるんですよね。で、このね、照明、普通に、面白くてですね、市販に売ってるやつに、こういう風に、こういう風に、おもろくないですか？おもろくないですか？はい、これ超優秀で、実は、普通の市販に売ってる、ライトスタンドにこのナンライトの照明つけてるんですよ。これはね、ナンライトが30周年の時にもらった照明、電球か、電球をそのまま別のものにつけてるって感じなので、まあ、全部ナンライトなんだけども、こういうちょっとね、色を柔軟に調整できるものがあると、まあ、僕スタジオ収録する時って結構シンプルが好きなんで、あんまり色入れないんだけれども、まあ空間を作りたい、いろんな空間を作りたい時には色を調整できる。なので結構ね、ナンライトのこの照明っていうのは全て自由に調整ができるので、めっちゃおすすめです。はい、でね、以前ね、このパボチューブご紹介したと思うので、もしよければ概要欄の動画見ていただきたいんですが、このね、パボチューブとあとこの電球で、まあ隠し味じゃないけどちょっとね、光を補うっていうこと、まあ、ただやっぱりね、こういうスタジオ照明をかっこよく撮るときって一番大事なのってメインライトだと思うんですよね。で、メインライトで使ってんのがこのナンライトのフォーザ 60C っていう、まあ、新しく発売された、まあ、機種なんですね。この 60C の魅力って、レッド、グリーン、ブルー、ライム、アンバー、シアン、6色の色を調節することができるんで、ホワイトだけじゃなくて、そういったカラー、いわゆるフルカラーの調整もできると。で、何よりも見てください。めっちゃコンパクト。以前僕使ったやつって結構ビッグで、こういうスタジオとかの照明使うときって空間を結構ね、取ってしまうんだけれども、これめちゃめちゃコンパクトだし、軽いので、あとアダプターね、これ、またですか？もう時間ないんだからさ、またですか？はい。なので、こういうふうにアダプターとかも、まあ多様に入っているセット。が、こういうやつなんですよ。だから、結構ね、クライアントワークとか、めっちゃ邪魔するやん。です。どいて。こんな感じで、これを一つ持っていけば、こういう照明が使えちゃうので、まあ、スタジオで収録するっていう、こういうシーンでもいいし、クライアントさんとのお仕事で何か空間を使うときに、こういうので、ピカーン。ピカーン、みたいなね。こういうのやるのもいいと。こんな感じで、モードを簡易的に切り替えられるんですよ。で、色情報とか、ここで、何でもいけちゃうっていう。こういう家のスタジオじゃなくて、がっつりとしたスタジオで空間を作るって時にも使えちゃうと。そういった優れものになってます。で、僕今回使ったのがこちら。このソフトボックスっていう別売りのやつね。これをつけると、こういう、まあ、YouTube の収録とかでいい感じの光を当てて撮ることができると。まあ、なので、まあ、まずね、このメインの、まあ、本体、フォーザ 60C っていうものを見て、そこで、まあ、本当にね、ご自身の制作スタイルに合わせたアダプターを購入し、光をね、アレンジしていただけたらなと思っています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？今回はですね、新しい家に引っ越してきてから、スタジオでの照明をね、お伝えさせていただいたんですけれども、普段はね、このように撮っているということを皆さんにお伝えして、で、めっちゃ邪魔するな、さっきから。え、やめて。まあ、皆さんもね、YouTube 収録とか、まあ、あとはお仕事でね、制作されてる方も多いと思うので、こういった照明の選択肢をお伝えし、まあ、ぜひね、皆さんの表現を活かしていただけたらなと思っております。はい、そんな感じで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ。